奥って、ここ？コアはどこにある？きっと、このさらに奥の部屋よ。根拠は？ないわ。でも、この世界のどこへ行っても、お宝は一番奥に隠してあったでしょ？言われてみれば確かに。盗っ人の経験も案外役に立つ。まあね。おしゃべりはここまでにして、とっとと行くわよ。了解。な、危険汚染動物。おねえ、こいつ動く。ちょ、なんで急に追いかけてくるの？この奴らは今までじっとしてたのに。余計なこと考えてる場合じゃないわね。とにかく逃げるわよ。賛成。この先は行き止まりよ。急いでここを離れないと。ああ、もう、やっぱり行きやがった。おねえ、こっちにもいる。くそ、囲まれた。またダメなの？私はいくつになっても無力なんだ。バカお姉、ここまで来て諦めれば。お姉はいつだって私に力をくれた。無力なんかじゃない、最強のお姉だよ。エリー、ありがとう。お二人ともお下がりなさい。
怪我なくよかったです。誰？不気味な商人のおっさん。まさかあなたが助けてくれた。これで借りは返しましたよ。何のこと？意味が分かるように説明して。注文に応じたいところですが、ここでのんびりと昔話をしていいのですか？お二人には何を置いてもやるべきことがあるのでは。そうだ、コアを壊さないと。おねえ、見て、目の前にあるのがそれじゃない？この球根みたいな形、そしてやばい感じ、間違いないわ。また危険汚染動物がいる。しかも動いてるし。そんな、せっかくここまで来たのに逃げるしかないの？心配いりません。お二人とも自分に触りなせい。はあ？こんな時に冗談言わないで。物は試しですよ。さあさあさあ。なあ、もう分かったから顔を近づけるな。はい、触ったわよ。これでいい？上出来です。このままコアに近づきますよ。え？でも危険汚染動物が追いかけて。来ないね。しかも全然動かない。さっきまでギャーギャーうるさかったのに。とにかく気になることは山盛りだけど、先にコアを片付けよう。うん、今がチャンスだよ、おねえ。はぁ、あ、くらえ。悪いね。長居は無用です。行きましょう。くれぐれも私から手を離さないように。さあ着きましたよ。ここまで来ればもう安全です。おっさん、ありがとう。助かったよ。おかげでレイチェルの命を救えたわ。本当にありがとう。会えてよかった。礼なんじゃいりません。これで借りは返しましたよ。ねえ、借りが何のことかはわからないけど、その力があれば何でも。私は世を捨てた商人でございます。その日暮らしの生活で十分。お気遣いいただくなら、ぜひ商品を買っていってください。それではまたいつか。この世が終わるまであとわずか。世界が崩壊すれば、この片割れのジェイルのメカブもいらないですね。それにしても、世界から裏切られ、家族を殺され、蹂躙された兄弟の運命がこんな風に分かれたとは、誰が想像つきましょうか。どちらが正しいか、そんなことは何度も生まれ変わる世界を見ても分かりませんでしたよ。ただ運命を受け入れた私が、良くも悪くも運命を切り開く人間
間たちと深く関わってはいけません。